プロキシ様、以前の調査によると島内の電力を復旧するにはいくつかの手順を踏む必要がございます。まずは制御室に向かい停電の原因を突き止めましょう。それが故障であれ何であれ、解決が困難な場合は予備の電力系統に切り替えるのです。次に制御室に留まり操作を行う側と発電室に向かい予備のエーテル発電機を起動させる側の二手に分かれます。制御室では電気回路の複雑な操作が要求されますわ。この中で適任がいるとしたら、それはライカンさんですわね。一方の発電室は、発電機とエーテル原料の運搬が主になるでしょうか。力仕事でしたら、カリンでもお役に立てるかもしれません。頭が疲れる方と体が疲れる方の二択ってこと。どっちも嫌なんだけど。あ、やっぱ発電室。カリンちゃんとならさ、いちいちお作法がどうとか言われないもんね。エレン。理由はともあれ、戦力のバランスを考えると妥当な分担ですわ。戦力のバランス？ビクトリア火星って誰が一番強いんだろう。それではライカンさん、私とあなたがチームですわね。ええ、では皆さん出発いたしましょう。二人とも発電室で待っていてちょうだいね。はーい。プロキシ様、制御室は左です。我々も動きましょう。リン、行こう。ぬいぐるみの下に懐中電灯が。幸運ですわね。これは前に僕たちを追いかけてきたやつか。ぬいぐるみが懐中電灯を持っていました。大助かりですわね。今の何だったんだ。
して何なのか。皆様、制御室はこの先です。ですが、左には物資の貯蔵室がある模様です。まあ、不幸な事故ですわね。マスター、制御室付近に到着しました。電気が来ていないから何も見えないな。いや、何かいる。プロ騎士様、ご注意を。ライカンさんに加勢しよう。支援します。こう止めてごらんなさい。畳みかけます。いや、承知しました。引くぜ。一切の障害を相当いたします。いや、食らいなさい。制御室にまでエーテリアスが入り込むなんて。ライカンさん、設備は無事？予備電源のランプはまだついている。すぐに制御盤を確認します。ん？妙ですね。これは一体。ライカンさん、どうしたの？これは失敬。
私の独り言が思わぬ誤解を生んでしまいました。実のところ良い知らせでございます。制御室は正常に機能しております。非常用発電室が使える限りすぐに電力は復旧できるでしょう。ですが一つ気になる点がありまして、ここの情報によると地下の発電所に故障は見られません。まあそうなのですね。ではどうして停電が起きたのでしょう。現時点では何とも。ですが制御室は B 棟にもあります。そこで発生した何らかの問題が停電をもたらしたという可能性はあるでしょう。あくまで可能性ですから、実態を把握するにはアトリウムを渡って調査しなければなりませんが、プロキシ様、次はエレンとカリンを発電室まで案内していただけますでしょうか。発電機の準備を完了させましょう。電力供給を予備電源に切り替えます。セキュリティシステムに再アクセス。暗視モードが復活。あなた様を送り出すのは私たちにお任せを。出発するときは私にお声掛けくださいまし。準備ができたら次はカリンとエレンのところへ行こう。このビルの目に頼るとしようか。監視モードの出番だ。解析しました。して残念ながら施錠機構が知能化されていないため私には介入できません。